シャンカン・イーン、貴様の妖我流は我が邪剣流を壊滅させ、しかも門弟3000人を殺した。一門の不具大天の敵だ。身の程知らずめが、我が正統妖我流が貴様ら邪剣流を壊滅させることはすなわち天の意志なのだ。俺は名誉ある邪剣流の師範だ。貴様を倒してやる。負け犬が何を言うか。邪剣流が我ら妖我流に勝てるとまだ思っておるのか。たとえ敗れようと戦わねばならん。この道を開いた先輩のためにもな。ここで敗れて死んでも後に続くものがある。必殺邪剣流は不滅だ。確かに、パイ・チャンティエンと貴様の一人息子がまだ生きておるな。そうだ、パイ・チャンティエンがこの世に健在な限り、必殺邪剣流の旗は再び空高く翻る。まず貴様を殺し、次にはパイ・チャンティエンだ。チャンティエンはどこにいる？あの老人は作詞だ。貴様などに見つかるか。この…パイ・チャンティエンめ。どうも。ご苦労。いってらっしゃい。いいぞブンブン、もう来るなと言っただろうが。金毛大臣、あれは？ほら、あのじじい、先月のマダイも払わねえでさ。ああ、管理人さん、何もそうカリカリせんでも。こうなったら腕づくで取ってやる。よし。ここでさ、やめなさい。おりろな。やめなさい。ほら、後を調べろ。お願い、兄さんにうちには必ず払うから。おい。あの籠を調べてみろ。これ、これさ、やめなされ。ああ、蛇だ、蛇だよ。やめろ。蛇だ、助けてくれ。おや、毒が。捕まえろ、捕まえろ。ドロイボリビが。ほら、おお、おお、よいしょ。これぞセミトンの術。お、一、二、三、四、五、殺
してやる。乱暴じゃの箸と茶碗壊す気か。わしの草うめえじゃろうが。それ。話だ。これ今のうちだ。それで風船みたいな顔になるじゃろう。茶碗と箸と茶碗と箸と。あれま恐ろしい。わしゃ刃物は嫌いじゃ。どう。ほいや、さよならよ。おっと、これはどうも。いや、失礼。あ、こら、じじ待て。貴様。あのじじ、蛇なんと使いやがってさ。何？蛇？またサボっておった。いやいや、俺働いてました。 しっかりと。ああ大先輩に水をかけ。すいません、お拭きします、お拭きします。触んな。びしょびしょにしよってからに。あっ、ごめんなさい。よし。我ながら名案だって。拭き取るの。はい、早せんかい。次から気をつけることだな。身から出たサビ。ハン先生は目下旅に出ておられるからして、今日は特別に俺が型を見せる。いいか、これを身につければ10人の敵といえどもバッタバッタだ。金のために嘘ばっかり。そうだそうだ、月謝を払うことである。そうだ、いいか、月謝を払わないと身につかんぞ。では今から見せてやる。
竜の方、虎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 の方、どうだみんな。あいた。チェフ、チェフ。何何おかしいんだバカ。来い。うるさい。お前はうるさいんだよ。チェフ、来いと言ってんのがわかんないか。はいはい。お前たちうるさいんだ。そうとも。うるさいんだ。お前たちなんだ。うん。来たな。はい。いいか。最も重要なことは素早い的確な一撃だ。そうだ。今日は虎爪の型を教えてやる。行くぞ。パッ。胸から下がすっぽんぽん。はいよ。いた。分かったか。一撃だ。しょぼしょぼするな。次なる型は獲物を狙う虎の型。ああ。片手を伸ばせ。いやいや違う。橋持つ方。あ。また開いたぞ。はっ。おれ抵抗するなバカ。いやおい、みんな分かったか。どうだすごいだろ。よし教えてやったことを忘れるなよ。いいな。決して忘れるんじゃないぞ。練習を続けろ。あ、練習を続けるぞ。アンジカッカ、どうぞ若旦那お茶を。ありがとう。しかしカッカ、ご盛大で何よりですな。何でも米屋をはじめ七屋トルコ風呂、それに近頃は看護家屋まで大層ご繁盛になっているとかで、お蔵にお金がうなっているとか。しかし若旦那、ブクブクお太りでございますな。まるで白豚で、いえ服装でございますが、しかしこの筋肉を鍛えませんとな、勢力が減退いたしますよそういうこと。太りすぎてあれが何してはの。それでカンフーを何して少し何させようと思っとるわけなのでな。ああそれならば何はともあれ、それがしメニューをお任せよ。当軒は小なりといえども道場は数知れず、中でも我が上湯道場は最高として有名で。本当？聞いたことないけど。しからばお店いたぞ。あれです。おじさんさ、僕見たことあるんだよね、レンガ割る術。ここじゃそれできないわけ？レンガ割りなど朝飯前で。レアンシアン、若旦那にレンガ割りをお見せしなさい。はい、持ってこい。よろしい。レンガを捨てて何するとは、こら見物じゃの。待って待って待って、1、2の3と3個やれる？やってみ。へえ、なんのなんの、軽い軽い。うわあすごいな、かっこいい。見事だ。いやいやいや、見事じゃの、大したものじゃね。それがしの皇帝はもっとよく使います。まもなく全国大会に出場して優勝する予定で。 おじさん、それ本当？本当本当。せがれ、ここに入門したいか？うん、ボコボコでやりたいのね。よしよし、じゃあお願いするとしよう。どうぞ。明日改めて。あ、いや、お待ちよ。あ、リャンシアン、閣下がお帰りだ。お送りください。今行く。
それじゃ明日お待ちします。どうも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 、記念に握手してよ。はい、どうも。おい、出てたな。何よ、あの手まるでしっちゃかめっちゃかじゃないの。さっきのあのレンガ割りさ、あれ突っ張りだったの。パパ、僕こんなとこ嫌よ、隣に行っちゃおうよ。待って、ほら。おお、カッカ、カッカ。しばし、お待ちを、カッカ。くそ。そうか、こいつがこんなとこにのだくってるから品が悪いと閣下が気を悪くされたに違いない。おい、叩き出しちまえ。おい、何をなされた。じじい、神聖な道場の前でひるねては何だ。何なさ、ごめんなさい、ごめんなさい、すぐ行きます。あらら、ちょっと、ごむったいな、哀れな年寄りの何をなされた。ほら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 、あいや、ほら、おれを、あいた、あいや、お、あいや、あ、いや、ちょっと、ああ、お前、お前、なされ、年寄りをいじめなさるな。やめれ。ああ、ああ、ああ、こら、おい、やめろ。やめるんだ、寄ってたかって年寄りをどうする気だ。えらい威勢がいいが、何者だ。あれは確か隣の半道場の。なに、商売がたか。おい、やっちまえ。よし、ほら、しちゃいました。右の方法を垂れたら左の方法を出せと。わしに説教か。それじゃこうしてやる。まあ、本気でやったらこいつ許さないぞ。この先だよ。坊や、怪我はなかった。ああ、平気平気。いつもやってるもん。いつもじゃと。そう。ほらね、ここが半道場の裏口なんだよ。他の連中は滅多に来ないんだ。お入りよ、じいちゃん。ここで洗い物なんかしてさ、あっちが道場で李師範なんかいるんだ。俺は納屋に住んでんの。 おい、猫よ。おじいちゃん、猫いっぱい飼ってんだぜ。ほら、お客さんだ。ほら、こんにちはしな。ね、ちゃんとするだろ。ああ、少し休めば。おじいちゃん、ほら、熱いお茶。ありがとう。おじいちゃん、飲まないの。わしゃ熱いのは飲まんのじゃ。そうか、じゃあ冷たいの持ってくるよ。チェン、買い物すんだか。ああ、おじいちゃん、ここの新しい料理人のチャンだよ。とってもうまいんだぜ。いや、そうおだてないで。その人は。あのこの人ね、遠い親戚なんだ。ちゃん、飯まだ食ってないんだ。台所にちゃんと取ってあるよ。食ってきな。はい。俺はお客さんの給仕だ。ハンジ閣下、不肖我が輩が当道場で師範として教えるようになって以来、我が門弟たちは
ええ、まさに向こうところ敵なし天下無敵でありますばい。師範は良い何であらせられるらしい。本当？隣の上井道場じゃさ、全国大会に代表を送ったって言ってたけど、ここは出したの？なに、選手なんだ。うちの半先生はもっと偉い。何せ審判ですから。閣下審判ですよ。ほほ、審判役をされるほどでは、よほどの使い手なんじゃろうね。ああ、もちろん、これはもう見事な使い手で。ほんじゃ、レンガ何個割れる？あ、レンガ？とんでもない。当道場で教えておるのはですな、まさに正統のカンフーでしてな。遊びではありません。お坊ちゃまは生まれながらの才能がおありのようで、聡明かつ敏捷であられる。ここに入門されれば、立派な使い手におなりになるでしょうな。ものになりそうですかな。ああ、なりますとも。あ、チャン。はい。チェンフを呼んでください。はい。どうぞ。なあ、若いの。なんちゅう名前じゃね。俺、チェンフってのお。変わった名じゃな。俺、みなしごでさ、ハン先生が置いてくれてるんだけど、俺、とっぽくてパーだもんで、チェンフって、そう呼ばれてるわけ。おじいちゃん、あんたの名前は？わしか？チェンフ。リー師範がお呼びだ。おじいちゃん、仕事なんだ、すぐ帰ってくるからね。ね、ここにいてね。はい、とも。こちらは陳山銀行の頭取の礼則で、入門して一月で早くも仕上げの段階でしてな。ああ、うち弟子のチェンフが参りました。カッカ、あいつは体が大きいでしょう。勝てると思いますかな。はあ、さて。おい、チェンフ、豆の実の練習をお二人の前でやってお見せしろ。逆らうんじゃねえぞ、いいな。しっかりやれ。はじめ。へい。わーい。へい。へい。止められたの忘れてへんやろな。やめろ。そこまで。チーフ、薬を一粒飲め。それで治る。ねえパパ、僕ここに入門するよ。ここに。チェンフ、どうした？大丈夫さ。大丈夫？お前殴り合いでもしたのかな？俺しないけど、でも。おじいさん、ひでえ話なんだわ。チェンフは道場の殴られ役やらされてるんだ。殴られ役？そうだ。師範の言いつけで、いつもやられる役やらされてるだ。
うん、よい。チェンフ、わしの茶碗が取れるかな。やってごらん、見事取れるかな。さあ、ほら、それ、お、うん、よ、ほら、はい、おっと、うん、ほら、こっちだ、うん、え、よ、はい、ほら、え、うん、あら、あらっと、おー、こっち、いいね、ほら、ほら、ほら、うん、は。おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、変だな。こら、猫助。ん？なんだこれは。左に曲げ、右にねじり、前に飛び、後ろに翻り、手足を使って柳のごとくまといつき、膝を打って流れを止める、これ極意なり。なんだって？曲げて、ねじって、転がって、柳になって、はあ、柳になって。の使い方を教えてくれたんだな。やってみよう。
旦那様奥様哀れな年寄りにお恵みを、お恵みを旦那様どうか。神の声を聞きなさい。神は我らを罪よりお救いくださるのです。旦那様奥様哀れな年寄りにお恵み。うるさいね。朝っぱらからガタガタ言って物乞いない夜来るんだね。お帰り、お帰りよ。とっとと恐ろしい。カンフーより聞くわい。ナムアミダブ、ナムアミダブ、ナムアミダブ。あなたは罪人です。ただ一人の神を信じなさい。それだけが救われる道です。外人のくせに何言うのさ。私は信心深い女よ。私が罪人だって。イエスの仰せであなたを守ってあげます。ああ、私を守る。冗談じゃないよ。こうしてやる、こうしてやる、こうしてやる。バカにすんじゃないよ。まったく私が罪人だって。ありがとう。どうもご親切に。神様を信じなさい。永久の生命を信じなさい。神様は私たちに永遠の命を与えくださる。どなたかおいでですか。あらまあ、ずいぶん早くからね。奥様、あなたはイエス・キリストを信じなくてはいけません。神は喜びを与えてくださいます。喜びが欲しくて来たの。そんならうちの子に任しとき。お入りなさいよ。さあさあ、たっぷりいい思いさせてあげるよ。いよいよ。ちょいとお客さんだよ、お客さん。おいらっしゃい。いやいや、違う。私は神に使えるんだ。いや違う。どなたかおいでかな。帰るのか。せっかく来たのにどうした。駐車地を探してるんだろう。いやいや、そんな人はさ知らんわい。食い物探しに来たんじゃ。それは気の毒なことだ。では何かやるとしよう。貴様もこれで終わりだ。
パ。ハンジ閣下、これはようこそ。お邪魔するよ。どうぞおかけ。いやいや、どうも。せがれはどんなかと思うて見に来た。ああ、お坊ちゃまは天才でいらっしゃいますよ。それに練習熱心で、体もよし、強い拳をお持ちなので将来が非常に有望でございますよ。お坊ちゃまはこのままお任せくださればカンフーの達人にしてみせます。そうかの。それでお前は試合したかの。おう、まだやらしてくんない。ああ、やってごらんになりたい。それなら簡単。チェンフー、チェンフーこっちへ来るんだ。はい。チェンフー、坊ちゃまのお相手をしろ。いつもの通りだぞ。お坊ちゃま、お相手をします。お手柔らかに。はじめ。いかがなもので、お強くおなりになられたでしょう。小僧、この恩知らずめがよくも俺の顔を潰してくれたな。やろう、くらい。いいな、今日は飯抜きだぞ。Oh!
じいちゃん、どうしたのさ、おじいちゃん。わしゃ待ち伏せにやっての。怪我したの？俺んとこに帰ろうよ。ジェフ、どこでもいい。人のこんとこへ連れてってくれ。おじいちゃん、しっかりして。おじいちゃん、薬。先生、チューチャイチはここにいました。それでいつ頃から姿を見せなくなったのだ。一月です。パイ・チャンティエンは傷ついたが、しかし生きておる。チュー・チャイチは連絡を取ろうとして何か手がかりを残しているはずだ。ご師範。絵は古いが書はまだ新しいものだ。神人に会わんと欲すれば蓬莱仙境にあり。おじいちゃん、おじいちゃん、気分どう？良くなった？おかげでうんと良くなった。そりゃよかった。俺さ、少し心配しちゃったよ。そうだ、薬できてるよ。おじいちゃん、これ飲むともっと良くなるよ。チェンフ、お前には世話になったの。いいんだよ、おじいちゃんとは友達だもんね。身を交わす術、俺に教えてくれたもんね。ね。ほいじゃ、役に立ったか。立ったけど、それで師範を怒らしちゃってさ、またコテンパンにやられたよ。チェンフ、カンフーを習う気はあるかな。うん、そりゃね、そうすりゃ逃げられるもの。よし、だがその前に3つだけわしに約束しておくれ。習えるんなら100だって約束しちゃうよ。第一に、わしを師匠と思うな。どうして？わしら友達だろうが。第二、どこでも身につけた術を気安くやってみせぬことじゃ。うん、それから？第三、もしわしが敵と戦うことがあっても決して加勢してはならん。そりゃないよ、友達同士なのに加勢しちゃいけないなんて。いや、ならん。約束するか？
仕方ない。じゃ、約束するよ。何を教えてくれる？必殺の邪剣じゃ。はい。おい、何者だ？挨拶もなしに。よく聞け。俺はこの度の全国カンフー大会で輝ける優勝者となった。各道場から祝いをよこしたが、ここだけは無償した。うん、優勝した。無礼者はこうしてやる。侮辱しに来たのか？そうだ。誰からやる？ふん、大口叩きおって若造が。よし、目に物見せてくれ。どうぞ。まずフン先生から。え、年の順。あ、いや、ご士官、やはりあなたから。どうぞ。さ、若手が相手してやる。でもご士官も出場されたら優勝確実で。いや、師範代、それを言ってくれるな。こういう時はまず若手が順当かと。いや先生、どうぞお先に。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 どうぞどうぞ。どうぞお先に。どうぞお先に。かましい。あ、二人一遍にかかってこい。ん？うわあ！上半身をついてください。お前は下をやれ。はい。えよ、はっ、よっ、おい、はい、はい、ちょっと、はい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 、これで師範とは全くずうずうしいにも程がある。さすが
が優勝者は貫禄あるわ。僕ら上道場へ行こう。な、行こう行こう。ほら、行きな。どうせここはさ、もう潰れた。あ、ハン先生、お帰りなさい。これは一体どうしたというのだ。上の連中が殴り込んできて、弟子たちはみんな向こうへ行ってしまったんです。何、上、よし、許せ。先生、ハン先生、今日は稽古はなしかな。お暇そうだが。ハン先生、お暇なら助手をせんかね。うちは手不足で困ってるんだが。無礼なこと、私は手合わせを申し入れに来たのだ。ハン先生、誤解せんでくれ。お宅の門弟を横取りしたわけではないのだよ。汚いぞ。私の留守を狙って我が道場を潰し、弟子を奪うとは。弟子が欲しければ実力で取り返してみるがいい。ふん。では挑戦に応じるというのだな。そうか、おとなしく帰ればいいものをな。相手してやる。来い。さあ、いざ。うん、チェフ、下がってろ。はい。うわっ、かっこいい、ハン先生。口だけは威勢よかったけど、だらしないよね。先生、私に任せてください。これで決まりやな。うるさい。ハン先生、事の起こりは俺なんだから、俺が相手をしよう。ハン先生、気をつけてください。すごく強いから。そうか。ああ、大会の優勝者とは君だったのか。そういうことだ。どういうことがあろうともじゃ、わしが教えた必殺の邪剣を人に見せるでないぞ。
俺に靴を投げるとはそれほど死にたいか。来ないでよ。まずいんだよ。俺ダメなの。ではなぜ靴を投げた。気が済んだ。もういいだろ。なかなかやるじゃないか。それなんてやつ。これぞカマキリが敵を狙う灯籠剣。よし、こっちはヘビで行くぞ。セミを取るカマキリ。後ろヘビ。マグロ分かったか。やだって言ったのに。もう動けなくなったかい。え、あんたまずくはないけどさ、少しガクガクしてるよ。ちょいとやられただけで武器かい。これカマキリ退治の術っていうの。ハン先生、帰ろう。チェフ万歳。やっぱしあっち行こうぜ。待て、行くな。待て。チェンフ、わしは急用で出かけることになった。邪剣の本を置いていくからよく勉強しなさい。いずれ戻るから一生懸命におやり。おじいちゃん。どこへ行ったのさ。誰だ。小僧、老人を探してるようだな。
俺、うん。実は俺も探しているのだ。へえ、本当？あんた誰なんだ？老人がお前のなんだ？おじいちゃんは、お前の師匠だろう。それなら俺をおじと呼ぶがいい。じゃあおじいちゃんの兄弟かい？そうだ。嘘だ。そうか。鎌首を立てる蛇、前へ出る蛇。ああ、お師匠様に似てる。でもちょっとどっか違うな。おお、まだ疑うのか。そう言うなら、よし、手合わせするか。よし、やるか。て。なかなかよく鍛えておるが、しかしその腕じゃまだダメだ。どうだ、納得いったか。まだまだ、それ行くぞ。それだけか。おじさんだから手加減してやったのに。へっ、今度は本気でやるぞ。あっと、へっ、ヘビ探した。このヘビは簡単に見つからん。あっと、へっ、しょしょ、あっと、あっと、あっと、これは蛇真剣を取るの術だ。あっ、おじさん、痛いよ、すごく効いちゃった。あいてぇ、おはごが、あっ、ダメや、キッチュッ、あっ、き、立てるか。おじさん、俺の攻め全部不正だね。当たり前だ。
でなくては叔父と言えまいが。ああ、でもお師匠様の攻めとは違ってた。ああ、お前まだ全部習っておらんからだ。教えてくれる？いや、それは師匠に相談せねば。どこだ、師匠は。出て行っちゃった。出てった？どこ行ったんだ？わかんない。でもきっと帰るって。いつ頃帰る？それも聞いてない。でも帰ってきたら教えてあげるよ。よし。だが俺のことは同時に言うな。久しぶりだからだ。驚かしてやりたいのだ。うん、わかったわかった。わかんないな。なぜおじさんの方が強いのか。本がない。猫のやつだな。猫や、お前の爪はすっごい武器だな。ヘビもやっちゃうんだから。そうだ、邪剣にこれを取り入れてみよう。やはり気負ったな。シャンカン先生の言われた通りだ。パイチャインティエン、戦況路は間近にありだが、しかしお前はもう行けぬぞ。お前もチューチャイチとこの場所で死ぬのだ。チューケイ、お前の腕でわしを殺せると思うのか、バカめが。熱くもないのに会うことはないわ。よう言うこと聞くの。
おじいちゃん、どこ行ってたのさ。ちと急ぎの用があったんだ。なかなか帰らないから寂しかったよ。ああ、わしも会いたかったさ。お茶が入ったぞ。今行く。ありがとう。あっちゃ、あっち。おじいちゃん、お茶。おじいちゃん、留守の間に人が訪ねてきたよ。ほう、誰だな。知ってる人だよ。知ってる人、誰じゃろう。いいからここにいてよ、後のお楽しみだね。おじさん、ちょうどよかった。呼びに行くとこだったんだ。帰ってきたよ。こっちこっち、こっちだよ、こっち。呼んでくるからね。おじさんのことをまだ話してないよ。ここなんだ。おじいちゃん、おじいちゃん、待ってるはずなのに。おじいちゃん、どこさ。あ、待ってよ。よっ、宣教師さん。宣教師は仮の姿。俺はロシア最高の使い手なんだ。なんだって？今なんて言った？俺はヨーガ流の秘密兵器、貴様ら邪剣流を殲滅するのだ。貴様がおじと思っているあの方は我がヨーガ流の頭領、シャンクアン先生だ。汚ねぞ宣教師。皮一枚で助かった。
チャンティエン、動くな。俺とここで尋常に勝負するがいい。シャンカンか。お前のヨガ流が常に蛇を捕らえられると思ったら大間違いじゃぞ。鷹にも弱みはある。今この場において貴様の息の根を止めてやる。それで両流派の争いは終わり、邪剣は永久に絶滅するのだ。一世一代の戦いを見せてやるわ。わしは殺されることなどちっとも恐れておらんわい。よし、では命はもらったぞ、パイチャンティン。おう、えやっと、おう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 やっと、ヘビに落ち込むならすんこい。腹渡を裂いてやるぞ。パイチャンティエン、お前はただの蛇の抜け殻だ。石を使うなんて卑怯だぞ。砂だ。どっちみち汚え。おじさんなんて言ってさ、引っかかるとこだった。汚えんだよな。その度胸だけは認めてやる。後でゆっくり片付けてやるぞ。この子に手を出すな。これは違う。わしの弟子ではない。そうさ、弟子じゃないけどさ、でも俺のお師匠様だ。弟子であろうとあるまいと関係ない。そいつが何者であろうと邪剣を使う者はこの地上から完全に抹殺してやる。抹殺だって？お師匠様、すっごい大腹だよね。チェンフ、お前では無理じゃ。早くお逃げ。お師匠様、お師匠様置いていけませんよ。外人まで使ってさ、卑怯だぞお前は。言わせておけばつけ上がりよって。よし、相手してやる。その歯を引き抜いてやる。へっ、反対だよ。お前のその汚い髭をむしってやら。うん、はいやあ。その形は必殺の邪剣ではないな。何の型だ。猫爪崩し。
やれると思わなかった。一体どこで習ったんだ。あんなの初めて見たぞ。お師匠様。そうかい、それよかった。こんなものちょちょいのちょいだ。得意がってるが、さっき出したお茶には毒がたっぷり入っていたんだぞ。お前たちは間もなく死ぬんだ。しびれてきたろ。さあまあ見ろ、俺は毒を持った鷹の牙だ。お師匠様は熱いお茶がお嫌いなんだよ。入れ替えたのさ。チェンフーや、お前は最高の武芸者になれるぞ。鷹を倒すのに蛇と猫とをうまく取り合わせたとはな。しかし猫爪というのはどうもやぼっちいな。それじゃあいいのつけてくださいよ。では病形邪剣はどうだ。決まった、かっこいい。